見覚えのあるレインコート黄昏の駅で胸が震えた。はい、オッケー、カッチューブです。難しい。さあ、始まりました。ちょっと最近サボったんでね、ちゃんとしようと思って、ちゃんと歌います。歌いましたけど、はい、今日初めて覚えた曲ですけど、結構難しかったね。2回目だったもんね。テイク2だったからね。今歌をよく知ってる人は音程外れてると思ってるかもしれません。すいません、本当すいません。あのリクエストどしどしお答えしていきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは今日も行ってみよう。 GO! も始まりました。カッチューブです。ありがとうございます。自分で言っちゃった。こんにちは。カッチューブですのセリフもらっちゃったわ。いいよ。さあ、今日は何でしたか。今日はですね、はい、頑張れ矢野くん出ました。打ち合わせ通り完璧だね。いいね、うん、平野くん、はい、前回カッチューブ出演して、はい、周りからの反響などありましたか。OB とか、はい、まあ、違う部活の人たちから連絡が急に増え出してびっくりしました、ね、違う部活。あの違う部活で違う大学の。へー、人気なんだね、カッチューブ。カッチューブですね。平野くんシリーズちょっとじわじわ来てるんで、本日第2弾ということでやってまいります。今日は何の種目いきましょうか。コブコブ、コブコブって滑れる。いや、もうさっき滑ったじゃないですか。うんうん、もう体が痛くて。あのね、さっき転んで、首をちょっと負傷してるそうです。え、首をやったの？はい。あのスキーで一番やっちゃダメなのは怪我だから。そうね。そう。怪我しないために技術を磨く。はい。いいね。そしてついでにテクニカル。ついでにテクニカル。テクニカルついでなんですね。ついで、そう、怪我をしないついでにテクニカル。あ、ついでに。あ、はい。そう、欲望ね。そう。でも苦手ではなさそうだったけどね。嫌いじゃないよね。嫌いではないんですけど、まあ、どうやっぱり深いコブあんまり経験してないんで、はいはい、そう、今年あの雪が豊富なのでコブが深いんですよ、それを克服するべく、行ってみましょう、頑張れ平野くん。はい、そうしましたら一旦コブを滑ってみましょう。そんなに飛ばさなくてもいいんで、正確に滑る感じでいきます。お願いします。しょ、正確に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 、はい、どうぞ。はい、それではよろしくお願いします。まずコブ、正確にこの一番深いところ、一番深いところに板を合わせて入る。ここを意識して滑ってください。こういう段がでかい、段がでかいっていうかな、急激に落ちるコブに今年は豪雪なんでなりやすいんですよね。で、こういうところに対応するのは、もう強い体幹、がすごい大事になります。しっかり落ちて、この角度に合わせるスキー。で、この角度にスキーを合わせるときに、あまり外からスキー入れちゃうと、スポーン抜けちゃいます。なんで、ここの出口、
スキーが抜けないように正確にまずはワンタンワンタン止まるぐらいの気持ちで滑ってみましょう。それではお願いします。今一本見たところ手のバランスがすごい下がっちゃうんですよね。こうやって必ず手が安定した状態、谷側にこう向いた状態でキープできるように滑りましょう。キープ、この手の位置を意識して、ストックこうやって滑るのは多分無理だと思いますんで、この意識だけでいいです。ここで谷側に意識する、谷側に、今のだけでだいぶ滑れるようになってます。でさらにコントロール性を高めようと思ったところじゃない、コントロール性を高めるためにはこのコブの一番深いところドンとぶつかってブレーキングが落ちたと、ブレーキングかかってスピードが落ちたところから次のコブに入っていくまで、ここでこの面に体重をガーッとかける。そうするとよりコントロール性が高いターンができます。で今の体重のかける方法っていうのは板を横にしながら今かけたんですけど、これを縦にすると今度縦に落とす動きになりますし、今みたいに板を横にすると減速の動きになる。これでしっかりコントロールしてあげることで、このぶつかった時の衝撃を、緩めてあげたりすることできますんで、はい、ここからここここここ、この下り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 、はい、まず平野くんが滑ってるラインを再現しましょう。こっからこっちに入ります、外に入ります、でここ出ちゃいます。はい、これ削れるとこがないんですよね。僕が滑ったラインっていうのはですね、こっち滑ってます、こっち確実に止まれる位置ですねなんで、ワンターンここで止まってみましょう。はい、今の位置を通らなきゃ、なんでこういう減速要素をそこに、組み込んでた方がいいかなと思います。はい、それではやってみましょう。それでは行きまーす。あ、ナイス。右外側のターン、左ターンが外側ですね。はい、はい、それでは一回整地でイメージを作ってみましょう。こちらどうぞ。真下に落下するときに必ず体が下向いてる状態で、コブっていうのはスペースがあんまりありませんので横移動少ないんで、たまに大きいコブもあるんですけど、通常そこまで横スペースがないんで、どん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 下に向ける横滑りと切り替えを一回やってみましょう。で、余裕があれば頭の高さを変えないぐらいの意識で滑ってください。いきます。グーで止まる、切り替える、グー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 、
止まる切り替える止まる切り替えるっていう意識をコブの中でやってみましょう。コブの中では真横にいたならないんでなかなか止まるって感じが出しにくいんですけど、一番深くなったエッジの角度から、切り替えるっていう動きに入っていけるといいですね。それではお願いします。ゆっくり止まる切り替える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 、ちょっ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 、はい、止まる切り替える止ま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 る、ドーン、首がやられます。リフトが終わったので今日の仕上げの一本を、はい、行ってみようと思います。はい、それでは行きまーす。お、ちょっとルート使えてるんじゃない？ちょこっとこっち、お疲れ、いいライン取れるようになった。ちょっといつもと違うライン取った感じするかな、うん、そうですね、ちょっと感覚全然違うんで今、うん、戸惑って、はい、はい、どうでした今日1日、丸1日コブを滑ったわけですがリフト止まるまでもう明日動けないかもしれないですだね。まあ明日も練習して、はい、もう一本動画あげようコブの。そうですね。うん。リベンジで。うん。リベンジ動画ね。はい。頑張れ。平野くん。ノン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 。頑張ろう。平野くん。頑張ろうに変わりました。それでは皆さん、ご苦労さん。よし。コブのビデオ撮ってるから、なぜならば雪食った途中チャンネル登録よろしくね、グッドボタンもよろしくね、おまけ。